気づいてますか？大切な人はいつだってあなたのそばにいるって。いたずらな恋愛白書 In Time With You。 恋に仕事にがむしゃらに生きて気がつけば30歳。30歳就像一扇神秘的大门。あいつは高校も大学も同じクラスの腐れ縁。どちらが先に結婚するか二人でかけた。紅包20000。恋の始まりは出会いとときめき。それぞれが見つけた新しい恋。時にはやきもちを焼いたりするけど、あいつはいつもそばにいてくれた。あの日までは。李大人。もう会うことはないと心に誓ったはずの人。那你呢？你爱我吗？你不要误会了，我是不可能爱上你这种女生。陈耀西，你看男人的眼光真的怎样？很蠢。二人は特別な感情を持ってはいけない関係。不可能爱的，是因为又爱上李大人，所以。陈耀西。失いたくないから愛さない。そう心に決めていた。我要跟丁一位结婚喽。お互いにとって最高の関係とは何なのか。李大人是永远的朋友。一大社会現象を巻き起こし、台湾、中国で空前のメガヒット。アリエル・リン、チェン・ボーリン。台湾二大トップスターが共演。いたずらなキスの監督とアリエル・リンが送るマストバイブルラブストーリー。私は知っていたのかもしれない。彼は待っていたのかもしれない。いたずらな恋愛白書 In Time With You。 我非常确定就是有陈浩。